効果の章、主語の説、卓上の鬼神。卓上の鬼神ってさ、もう完璧に彼だよね。同盟軍を破り、ミルディン大橋を制圧した帝国軍は、名手クロードの本拠デアドラを制圧すべく準備を進めていた。ますよね。先生はクロードのことを覚えているかしら。どんな印象だった？え、めっちゃかっこよかったよ。タクシ、タクシ、悪ガキ、王の器。作詞かな。そうね。その作詞ぶりは今でも健在よ。健在どころかさ、絶対進化してるよね。彼は渾身の策でレスター諸侯同盟領を帝国軍から守ってきたの。怖いな、だって卓上の鬼神だもの。どんな方法で、うちわもめを演じてたんでしょ。同盟領は当初から新帝国派と反帝国派で真っ二つに意見が割れていたの。けれどその裏でクロードは全諸侯を取り持ってまとめ上げていった。怖いな。二つの派閥の勢力を均等にした上で互いに被害が増えないよう示し合わせ、小競り合いを終始演じることで帝国の介入を最小限にとどめてきたのよ。いや本当すごいよね。よくもそんな危うい方法を実行に移したものですな。やっぱ作詞だからさ、誰もが思いつかないようなこととか絶対やらないだろうみたいなことを実際にやっちゃうのよね。白氷を踏むがごとき策、一歩間違えば同盟が崩壊しかねないというのに。絶対なんとかできるって自信があったんだろうね。それはさておき、エーデルガルト様、リーガン領侵攻を急ぐべきかと。いやクロちゃん怖いな。どうやらそのクロードがまたよからぬことを企んでいるようでして。いやでもさ、どれだけ策を巡らせても結局最後はね、パワーだと思うんだよ私はね。クロードが先生バスターだからさ。はい、領とデアドラの人の出入りがにわかに激しくなっています。戦いの準備を進めているのは無論ですが、他に何やら策があるのではと。ファーガスと手を結ばれると厄介だよね。早急にデアドラを落とすべきではないでしょうか。デアドラ、通称水の都。海に浮かぶ攻めにくい都市ね。あ、覚えてる覚えてる。リーガン領の奥深くにあるせいで直接兵を向けられないでいたわ。けれどミルディン大橋をようやく落とせたことで状況は変わった。帝国から兵站線を伸ばすことなくリーガン領に攻め入れる。やっぱ重要だったんだねあそこね。リーガン家、そしてクロードは反帝国派の同盟諸侯の旗印。その旗を折っちゃおうってことね。リーガン家を滅ぼせば諸侯は雪崩を打ってこちらに着くでしょう。そのためにもデアドラ陥落という事実が必要不可欠なのです。やっちゃいましょうか。頑張ろう、手強そうだ。手強そうではあるんだけど頑張りましょう。気楽に言いますな先生。貴殿はあのものをどう評価していますか。さっき聞かれたよ。新しき名手クロードは世間ではこう呼ばれているのですよ。頭脳を戦わせれば負け知らず。かっこいい。卓上の鬼神。かっこいいな。なんか先生もさ、二つが欲しいんだけど、なんか考えて。お、イエリッツさん元気？何か用か。いや、用があるのはあなたでしょ。なんかさ、びっくりマーク出てたよ。雑談をしに。雑談、雑談したいな。最近調子いかがでしょうか。交わす言葉はない。剣ならば交わしても構わんが、やめておけ。ねえねえ、お前は切るなと言われた。戦いが終わるまでは切れん。
戦いが終わった後も切らないでください。頼みがある。イエリッタと二人で出撃って書いてたよね。やば。二人で出撃できるの？めっちゃ楽しみ。ねえ、あ、そう、私さ、イエリッタさんで一つ気づいたんですけど、多分イエリッタさんってさ、あの先生と対になる存在みたいな感じなんだよね、多分ね。服装がさ、まず似てるし、こう内面にね、なんか自分じゃない誰かがいるっていう感じだしさ、まあ、剣が得意だしね、もうなんか光と影みたいな、そういう立ち位置の人なのかなって思ったんだけど、どうなんでしょうね。ここにさ、いるの珍しくない？ブロードさんって、そうそうそう、どんな人でしたっけ。いや、覚えてますよ。なんだろう、こうクロちゃんにはこう人の記憶に顔を残さないみたいな、そういう術式とかでもなんか持ってんのかい。うん、でもそのなんというか、顔を合わせた記憶があまりないみたいな。そういう術じゃないな、これ。ベルちゃんが引きこもってただけだな。まあいっか、知らない人は敵ってことに。え、ダメですか？そんな。そういうシンプルな思考、先生は好きだよ。弓ね。弓はまあちょっと後で来るわ。そういえば、何を隠そう、私は元セイロス騎士団だった。しかし大司教についていけなくなってな。そういう人もいるんだ。密かに落ち延び、帝国軍の一員として戦うことを決めた。なんかでもそういう人って帝国内の立ち位置とかちょっと微妙そうだよね。スパイなんじゃないかみたいな。貴殿がいなくなったあの日から大司教は人が変わってしまったのだ。え、何かに疲れでもしたかのように笑い、理解できないことを言う。怖怖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 、それはちょっと怖いわ。早う歌んといかんな。早く仕留めないと。あ、先生、ドロテアちゃん元気？いや、ドロテアちゃんメンタル面が心配なんですよね。ていうかどこ見てんの？大丈夫？戦いに勝つのは嬉しいし、仲間が無事だと幸せです。そうね。一方で敵でも死ぬのは辛いし、それが知り合いならなおさらです。まあ、一番の解決策というか、ね、そういうことを考えないようにするのが一番な気がするけど、ドロテアちゃんはね、そういうことから逃げないのよね。私ずっと歌劇団にいた方が良かったんでしょうかね。転送するにはちょっと優しすぎるのかな。としては士官学校でね、出会えたことが嬉しいから、そんなことないなんだけど、ドロテアちゃんの優しさ考えるとどうなんだろう。そうかもしれないかな。だとしても私は自分の選択を悔やみたくない。いや、下がった。悔やまないよ、私たちを導いてね先生。いや、もちろんもちろん導くけど、いや違うのよ、あの、いや、ドロテアちゃんの今の悩ましさを考えるとさ、やっぱあのこっちにいない方が良かったんじゃないかなって思っただけで、なんかごめん、なんか違ったね。欲しいものじゃなくてちょっと取り戻していこう。いいの？とっても嬉しいです。いや、お詫びだから、お詫び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 ね。もう一回あげる。いいの？とっても嬉しいです。サバサブ取り戻せたかな。あら
のか教室にいるね。あ、カスパル君。くそ、クロードのやつ、卓上の鬼神なんて呼ばれてんだよな。やばいよね、めっちゃかっこいいよね。先生もさ、なんかそういうあだ名二つな欲しいんだけど、なんかないかな。くそ、俺もかっこいい異名が欲しいぜ。異名ね、異名、異名、いや、わかる、なんか欲しいよね。お互いなんか考える？え、カスパル君、デアドラであいつを倒せば俺にもなんかつくかな、異名。あ、つくかもね。なんだろう、卓上の鬼神、鬼神でしょ、鬼神の刃とか。見てろよ、あいつの策に対抗する俺の策、ズバリ何もしない無為無策だ。ザッツライト、正解よ、正解。いや、カスパル君もさ、間違いなくバスターホーグだよね。わかる、先生もね、バスターの方なんですよ。気が合いそうだね。この通路も外れか。探求は足に来るね。やれやれ。え、何してんの？もう諦めたら？アビスって無駄に広いだけだし。それに、今はこんなことに時間使ってる状況じゃないって。パピちゃんの、あの、紋章の謎を解こうとしているの？こんなこと？わかってないな。僕にとっては戦争の趨勢なんかより君のことの方がはるかに重要だよ。うわ、くどいてるぞ。これは、はいはい、紋章学的に重要だよね。いや、ハピちゃん、多分そういう意味じゃないよ。君の誤解を招く言い方にもだいぶ慣れてきちゃったよ。マジか。まったく。え、誤解なのかな。誤解を招くって本音なんだけど、まあいいや。いや、伝わってないね。まさに身から出たサビってやつで。とにかく魔獣を呼び寄せる君の力が、君、紋章に込められた一種の魔法術式のようなものだと分かったんだ。それをなんとかしてあげたいのよ。任意の対象を呼び寄せる転移の魔法はかなりの研究が進んでる。ああ、ワープとか。あとは視覚と距離の問題さえ。またややこしい話。ハピー、日本語で、OK、感覚派だからわかんないんだけど。先生もわかんない。今はわからなくてもいいけど、君の力が解明されたらその制御には理論的な把握が不可欠になるよ。でも今は必要ないよ。わかったわかった。そうそうそう、そん時が来たら頑張るし。本当かな。いや、めっちゃリンちゃんさ、ハピちゃんの世話役ね。一人じゃ無理かも。だから君に教えてもらうことにするよ。ハピちゃんなりのデレかな、これは。ほら、ハピが失敗したら困るから助けてくれるでしょ。うわ、ハピちゃん、ハピちゃん、こう悪い女だな。え、動いたな、そういうの。なんで僕が。仕方ないか。そうよ、責任取りなさいよ。非常に不本意ではあるけど、適材適所を考えると僕が適任だよね。不本意なの？今日だって元気に地下道参りしてるじゃん。不本意なわけないじゃん。素直じゃないな、凛ちゃん。これでもかなりの億劫さを感じてるんだよ。でも君のことの方がはるかに。はるかに？あ、この話したばっかだよね。とりあえず次はこっちの隠し通路を進んでみようか。ティモテの残したとされる書を見つけないと。さあ行こうよ。アピちゃん、その眼差しは、その眼差しはもしかしてリンちゃんに落ちてしまったか。その男危ないぞ。はーい、見つかんなくてハピのこと解決しなかったらどうすんだろうね。君、責任取りますよ。ここまで来たら最後まで付き合うよ。一生かかってもね。一生かかってもね。一生かかってもね。やだもう。いや、そんなにかけられても困るし。いや、ハピッチャー、なんかもう逃げられないところまで来ちゃったんじゃない。よう、日陰女、こんな夜遅くまで研究ご苦労さん。いや、
組まれ口だね。だから私を日陰女と呼ぶのはおやめなさいと言っているでしょう。いや、好きな子だからいじめたい的な。はいはい、悪かったよ。で、一体どんな奇妙キテレツな魔法を編み出そうって？よくぞ聞いてくれました。あー、これは覚えてるぞ。これは誰もが一度は夢見た魔法、世に革命の嵐を巻き起こす傑作ですのよ。まあ確かにコニタン以外思いつかないような魔法だよね。傑作ね。ユーリス君期待してないな。さあ聞いて驚きなさい。はい。革靴を砂糖菓子に変える魔法ですのよ。それも履いた状態で靴の形を保ったまま。これな、覚えてるわ。そりゃ確かにすげえ魔法だな。広まれば経済をぶち壊しかねないというか。呆れてるね。けどそのなんでまた革靴？あなた、貴族は靴を舐めて頼めば願いを聞いてくれると言っていたでしょ。いや、そういうことじゃないんだよな。私自分の靴で試しましたの。そうしたら思いのほか美味しくなくて。だから味を変えようと。これではたくさんの靴を舐めるなんてとても。ですが私ひらめきましたの。はい。そう、普通の靴が舐められないのなら美味しい靴にしてしまえばいいのだと。いや、コニタンもやっぱあのちょっと世間とずれてるからさ、なんか本当に奇妙キテレツだよね。突拍子もないというか。笑ってるやん。そうして完成したのが物質の構造を変える闇魔法、禁断の砂糖魔法ですのよ。甘党の人は多分ガタってなるよね。これで協力を頼む貴族の靴を砂糖に変えてしまえばいくらでも舐められますわ。甘党でしょ。イエリッツァさんあたり何とか言うかな。あのさ、お前ってバカ？ありがとうございます。ありがとうございます。ユーリス君のやっぱあのバカって発言はさ、世界を救うんですよ。主に先生の世界をね、救ってくれるんですよね。救われた、今救われたよ、救われたよ命が。あなたにはバカと天才の間に横たわる紙一重の差がわからないようですわね。そうね。靴を舐めろというあなたの難題も天才の私にかかればほらこの通り。まあある意味天才だよね。確かに舐めろとは言ったが、そういう意味じゃねえんだよ。何が言いたいんですの？美味しい靴を舐めてはいけませんの？靴を舐めるってのはあなたの靴底の泥も舐められますって服従を示す行為でな。あ、教えてくれるんだ。そんなことをされて喜ぶ方が存在するんですの？いるんですよ、世の中には。うん、まあそうだよな。俺はやったことはあるけどな。ねえユーリス君、その貴族の名前教えてくれるかな。いや別に先生何もしないよ。別に切ってやろうとか思ってないよ。ただちょっと名前が知りたいだけなんだよね。ね、後でちょっと教えてね。嘘でしょ。まずくなかったんですの？そりゃまずいさ。まずいに決まってんだろ、食いもんじゃねえんだから。はあ、ああ、お前と喋るとどうも調子くる。俺の見てきた貴族の中でも別格の変人だな。そうね、ほんとコニタンは変人だよね。ちょうど今の今まで貴族とやり合ってたからますますそう思っちまうというか。あ、お前まだ貴族じゃねえか。嫌味、嫌味だ。貴族と？こんな夜中に何を。嫌味に気づいてない。あなた今変人って言いましたわね。コニタン、そこじゃないよ。ああ、ほんと肩こった。帰って寝るわ。お嬢様も無理すんじゃねえぞ。
話は終わってませんわよ。本当に失礼な男ですわね。でもさ、お互いね、まあそういうところも含め好きだったりするんですよね。あ、仲間っていう意味でね。こうなったら異種返しにユーリスが貴族と何を企んでいるのか暴いてやりますわ。いや、余計なことせん方がいいと思うな。この私に情報を漏らしたのが運の尽き。やめといた方がいいよ。先生、実はですね、イエリッタさんとやっぱり絆を深めたくて、ちょっとね、悪い方法を使ってしまったんですけども、悪いっていうか、まあそういうシステムがあるからね、まあ、許されてはいると思うんだけど、まあ支援会話がね発生したので見てみたいと思います。応じます応じます。その剣の冴え、その剣のひらめき、いつ見ても見事だな。いや、ちょっと待って、なんかさ、前回と比べて急になんかデレがすごくないか。急にデレだな。その剣ならばこの命にも届くか。うん、実際あなたのこと倒したことありますしね。仲間は切らない、死にたいのか。ちょっと闇のオタクとしてはこっちが気になるんですけども、死にたがっているのか。さあな、そうなのかもしれん。あ、なんか今まで自分に届くような相手がいなかったから、死に場所を求めてるとかあるのかな。かつてお前と性病でまみえた時直感した。ああ、初めて出会った時ね。先生、弓だったけどね。私を殺すのはお前の他にいないと。え、ちょっと待って、ちょっと待って、お前の剣ならば私を切れると。いや、今までね、面白い人だとか、好きだとか散々言ってきましたけども、それはなんか私個人として面白いなとか思ってたんですよ、好きだなって。でもなんかちょっと私の内面の発光してる部分が反応してしまうんだが、ちょっとそういうのやめてもらえないかな。今思えばお前との出会いは必然だったのかもしれん。なんと言いますか、ピクシブで見た。あの時からずっとそう思っていた。ちょ、待って、あ、ちょっと待って、本当落ち着け、私落ち着け、そういうのじゃない、そういうのじゃないよ。なぜ自分、もっと強いものがいたのでは。先生なんですか。初めは私もそう思っていた。なぜ死神がお前に執着するのか。ああ、最初は死神の方から執着してきたのね。だがあの時、確かに死神は天帝の剣を振るうお前に見せられた。見せてみろ、伏黒恵みみたいな。つくなか。そして私も今お前と共に戦ううち、その剣に見せられている。マジで反応に困る。いや、そういうの、そういうのやめようね。お前と試合えんのが本当に惜しい。どうした、試練 B から A の間に何があった。今ここで切り合おうか、戦いが終わるまでは。そんなに望むなら切り合おうか。いや、今はやめておこう。
ポドラの統一も教団の打倒もサージ、私にとっては何もかもがサジ。サージ、私に必要なのはお前を置いて他にない。今までこうはしゃいでごまかしてきましたが、マジで反応に困る。そういう感じなんですか。いや本当よ。どうした、そういうのやめよ。私そういうのではなく、健全な気持ちでゲーム楽しみたいんですよ。だから次の支援会話ではそういうのやめてくださいね。ということで、忠告という意味でこっち選びたいと思います。そうだな、ある意味ではそうかもしれん。あ、助けてエガちゃん、助けて。つまらん相手に切られるな。エガちゃん助けて、もう困る。剣を交わし、私とお前のどちらが死ぬか、それを確かめねばならん。エガちゃん、マジ、もう助けて、無理。無理っていうのは、萌えがね、キャパオーバーした時の無理ではなく、本当に無理。いや、この支援会話を、なんというか、理解して飲み込むのに3ヶ月ぐらいもらえないだろうか。今は、その瞬間に、思いを馳せるだけにとどめよう。目をつむるな、目をつむるな、風を感じるな。なんだこれ。私の剣を寸でに交わし、お前の剣が、どうした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 、私を貫く。落ち着け落ち着け。私は崩れ落ち、生き絶える。あるいは私の剣がお前を。どうした、劇団イエリッツァが始まったんだが。あ、先生今多分ね、ハテナマークでピョ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 ンってね、多分出てるよ。いや、私も出てる。どうした、怖、この人怖。またつんだから。いや、先生、私先生のそういうなんか塩なところ大好き。あ、いや、これくらいにしておこう。お前を切りたくてたまらなくなる。助けて、本当に本当に無理なんだが。さすがの私もこれ、もう爆笑してさ、キャハハできないよ。逸落を得るその日を待つ間は、お前と肩を並べて戦うのも悪くない。いや、一生一生その距離感でいようよ。それ以上は無理だよ。頼りにしている、よろしく頼む。なんかこっちだとちょっと調子乗りそうだから、ちょっと危ないからさ、距離を置いていこう。そうだな。怖いよこの人。お前の運命は私と共にある。これ以上やめて。地獄の果てまで逃がしはせん。もうやめてよ、こっちの HP 限界よ。やめてよ、もうやだ。あら、先生だったのね。ヒューベルトが呼びに来たのかと思った。ここ女神の塔か。陛下、仕事が山積みです。え、空を眺める暇があるなら書類を眺めてくださいって。今のヒュー君のもね。やっぱエガちゃん可愛いな。やっぱエガちゃんだよ。いや、実はこの支援会話の前にイエリッツァさんのね、
見てあのエガちゃんにたどり着いてるんですけど、ね、エガちゃん聞いて、エリッツさんの支援会はマジで怖かったの。あいつやばいよ。言いそう、あまり似てない。いや、うん、言いそう言いそう。そうよね、間違ったことは言わないから言い返せないのがたまに尺だけれど。いや、正論ばっかりの男ってどうなの。まあこの話はいいわ。それよりこの前の戦いではあなたがいてくれて助かった。そっか、私も自分の采配にはそれなりに自信があるつもりだったけれど、やっぱ先生にはかなわない。あなたと共に戦場に立つと、いつも差を思い知らされる。そこになんかさ、ジェラったりとかはないのかな。何が違うのかしらね。まるで戦場の全てを把握しているような視野の広さと。そんな、まあ、確かにマップ上から見てるからね。敵の動きを読み切っているかのような指示や戦術、策略。まあ敵が次誰を攻撃するかとか攻撃範囲とか知ってるからね。あなたは私にはないものを多く持っているのよ。正直羨ましい。そっか、でも先生が持ってないものをエガちゃんもね持ってるよ。自分にもないものはある。自分も羨ましい時はある。こっちかな。本当に。でもまあそうかもしれないわね。他人の育てた花の方が美しく見えてしまうものだもの。隣の芝生は青いみたいな意味。人間離れしたあなたにも人らしいところがあって安心したわ。いや、いちいちなんかね、人間離れしたとかちょっと言わないでほしいけど、そういう率直な部分もね、まあ私は嫌いじゃない。人間離れなんて、それを言うならそちらこそ。いや、エガちゃんにこれはダメじゃないか。ねえ、いろんなちょっと実験をさせられて今ここにいるエガちゃんにちょっと言えない。しているわよ、そこに議論の余地はない。まあ、先生胃袋はね人間離れしてると思うけどな。まあ私も同じようにただの人からは少し離れてしまったかもしれないけれど。ああ、そういうこと言えるくらいには心を開いてくれてるのかな。仲間だ。そうだ、仲間だ。仲間ってそういう意味の仲間は嬉しくない。でもさ、一応二人だけだよ。それに私たちはとっくに仲間でしょ。仲間すら超える関係。いえ、仲間すら超える関係だと私は思う。仲間すら超える関係、なるほど。それは具体的にはどういう名称のものなんでしょうかね。あの先生、知りたいんですけど教えてもらえませんかね。ねえ先生、私をエルと呼んでくれる。エガちゃんじゃなく、エガちゃんじゃなくエルって呼んでいいの。エルってさ、あのパパがさそう呼んでたじゃない。先生も同じような呼び方をしてもいいということでしょうかね。エル、私の昔の愛称なの。両親や仲の良かった兄弟だけがそう呼んだ。エル、今では呼ぶ人は誰もいなくなってしまったけれど。やっぱお父さんも亡くなったのかな。もうあなたにだけはそう呼ばれてもいい。いいえ、かわいい。呼ばれたいの。エガちゃん、Lのおねだり。Lのおねだり、最高、ありがとう。Lなぜ、なぜじゃないよ。なぜなことを聞くな。そりゃもう、ね、仲間を超えた関係だからじゃないですか。私の隣に立って、
共に重荷を背負ってくれるあなたを私は家族のように感じている。ファミリー、あなたは私にとって仲間を超えた存在だからじゃないかしら。先生、改めてそういうことをエルに言わせちゃダメよ。自分で察しなさいよ。